今日はちょっとお話をこの三次元に戻しまして、正しい食生活と、すなわち生食ということについて話してみたいと思います。私たちは毎日の生活の中で食べ物を口にしますけれども、本当にこの食べ物のバランスが取れてるか取れてないかということでございます。人間一人一人はこの食べ物のあれはみんな違わなくちゃならないのでございますね。本当は家族揃ってみんな同じ食生活というのはありえないことなんです。それは人間にはこの陰性と陽性、陰気な人と陽気な人がおります。食べ物にもこの陰性と陽性というのがありまして、その陰性を多く含んだ食べ物と陽性を含んだものがあるわけです。陰気な人間が陰性の食事をしますと余計陰気になるわけです。陽気な人が陽性の食べ物をしますと余計陽気になりまして、おかしくもないのにゲラゲラ笑って気違いだと言われる傾向があるわけですね。何もおかしくもないのにしょっちゅうネタネタ笑っていますと、あの人気違いじゃないかとよく言われますよね。おかしくもないのに笑ってると。何でもこの中道というのがございまして、すなわちここが、陽だったとしますと、陽性、すなわち陰性で、ここを中性というわけですけれども、何でもほどほどにしませんと、でこれを図は中道と言ってます。で我々の風邪をよく引くという人がおりますね。風邪にも二通りの陽性の風邪引きと、そして陰性の風邪引きがあることを知らねばなりませんね。風邪を引いているとき、この熱というものを出す人は陽性の風邪なんです。で寒気を感じる人はこの冷たいと寒いという人は陰性の風邪を引いているわけですね。寒気を感じるとき、皆さん方はこの寒気を感じて風邪引いている人に冷たいものをあげちゃダメなんですね。温かい体を温めるものを与えなければならないんです。でここ熱を出しているのにタンパク源の多いものを与えますと余計熱を出すわけですね。で例えば冬と夏の食べ物が違うと、夏も冬も同じ食べ物では本当はいけないんです。夏は陽ですから、冬は陰ですから、冬の場合は根菜類、すなわち温かいものを食べるようにしますと我々の体温というのは常時保たれるわけですね。で夏場には葉野菜、水分が多く含んだものを、きゅうりとかいろいろなものを食べていただくと、水分の多い葉野菜の方を食べていただきますと、この体の体温というのが保たれるわけですね。で今の世の中というのはこれがいいんだと言ったら、もう寒気をしているのに冷たいものでも与えられたんじゃダメなんですね。で寒気の風邪をひいている時には皆さん方本能的に体を温めようという働きがあると思いますね。着物を多くつけたり、あるいはお布団をかぶったり、そして寒気のする風邪ひきをやっている時にはお布団を多くかぶってたくさん着物をつけて、体を温めますと早く風邪が治るわけです。で今度は熱を出している時にはお布団なんかたくさんかぶったら大変なことになりますよ。これはお布団はかぶらないで冷やしてあげるということをやりますと、早めにこの体温が常温に帰りますね。正常に常に我々はこの陰性と陽性とのバランス、ここは火で、ここは水ですから、だから火と水とのこのバランスを皆さん取っていれば常に健康というのが保たれるわけですね。で冷え性の人というのは、冷え性の人はどういう食生活をすればいいかと言いますと、もちろん根菜類を食べること、